今回は「僕らの真実」という本を紹介します。拉致問題、北方領土問題、竹島問題、赤散語密漁問題等が解決しないのには致命的なわけがある。これらの問題は全て熱こでつながっている。なぜ拉致被害者を北朝鮮まで脱会に行かないのか なぜ中国漁船の赤酸ゴミ漁を指をくわえてみるだけのか長く語られなかった真実について一番根本的なことどもに絞って記す書物です。アジアに立つ私たちの日本はかつて外国と戦いアメリカに対して史上ただ一度きりの敗戦を喫しました。長い歴史で初めてのことだっただけにその後ずっと 老いいもも若きも思い込まされ、思いい込んでできたことがあるのではないか。それを放っておけばいつまでも続き子子孫孫までを謝らせるのではないかこれまでの立場や世代の違いを乗り越えて共にまっすぐ考えてみることだけがこの書物の目指すところです木曜「ザ・ボイス」をスマートフォンのアプリで会社の帰りに聞くのを「 毎週心躍る気持ちで楽しみにしている日々を過ごしておりますがリスナーの方はご存知放送中に本書の原稿を青山さんは書いておられてその実況が本当にリアルで本書「僕らの真実」の発売を楽しみにしていた一人であり近くの書店で発売日に本書を見た時には夢のようで。 やはり気がいいたた。らレジで購入してししててままっていました現場真実からたどり着いた本書は人から聞いたガラスに映った話ではなく青山さんが語るは私たちは本当によく考えてみればその通りであり私たちがテレビやメディアにて教わる情報はむしろ真実に面白いエピソードを付け加えた情報であり。 私たちはまさに踊らされ続けていたと言うべきでしょう。本書を読んで各それぞれ一人一人の感想や思いがあるでしょうが、私自身は沖縄、白梅の塔に実際に現場に行ってよかったと本当に思いました。真実を聞くと見るの違い、本書ラストには5ヶ月の小さい命をめぐるエピソードがありますが、まさに本書、僕らの真実に行き着く先は、 僕らの生きる意味についてでありそれをやっぱり一人のたった一個しかない人生なんだから精一杯生きることが生きる意味ではないでしょうか著者青山茂春氏と同じ時代時に生きていることを誇りに思うとともにやっぱりより良い日本にしていかなくてはね以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。